収穫祭は作物の無事の収穫を祝うため農村で行われる祭祀行事。収穫祭は一般には農産物の収穫時期に重なる秋の行事として知られる。農村が一体になって大規模に行われるところから各農家で行われる小規模なものまで様々なものがあり、全世界的に広く行われている。 人類が食物を得るために狩猟から栽培に変わった辺りから始められてきたとされ、その起源は古いと見られる。欧米やその他の国々の農業地帯では、村やその土地の特定農産物の出荷組合などが主催し、コミュニティの収穫の祭りとして祝うケースが多い。土地により、その地の信仰の対象となる聖人、聖女への感謝の色彩が強く前面に出て、 宗教的な彩色の形をとるところも少なくない。また、農業共同組合などが主催する際には、観光食を前面に押し出し、農業従事者たちが収穫に感謝するというよりも、自分たちの生産物を広く宣伝、販売するためという商業的な色合いを強くすることも多い。こうしたものの例としては、ドイツ・バイエルン・州ミュンヘンのオクトーバーフェストが最もよく知られている。 元々はミュンヘンのものであるが、バイエルン州のその他の町々でも、自分たちの町のオクトーバーフェストとして、同種子のものを挙行しているケースもある。また、スペインのバレンシア州のブニョールのトマト祭など、特定の農産物の収穫祭というのもある。これは、収穫したトマトを投げ合うというお祭り。その他、フランス、イタリアなどでは、 ブドウの収穫を祝う祭りが各地で模様されるし、アメリカの中西部などの町々では、収穫祭のために、食用には、不向きな巨大カボチャを育てて、その大きさを競ったり、また豚など家畜を追い回したり、あるいはそれに起乗したりといった予興も行われたりする。東京農業大学をはじめとして、大学の農学部で、実習での農場からの収穫に感謝しての、 学園祭を収穫祭と呼ぶことも多い。これは農業高等学校などでも行われる。本来のものからの転技として商業施設がその一年の営業成績への感謝と銘打って収穫祭という名のバーゲンセールなどを催すこともある。ありがとうございます。